上流の桂川と名称さる橋相模川は山梨県、神奈川県を流れる相模川水系の本流で一級河川である。相模川の名前は相模国に由来する。上流の山梨県では桂川と呼ばれている。この名前は鶴市、押野村、山中小村の境にある石割山にそびえ立つ石割神社の神木、桂の巨木から由来し、 その後ろにある五釜石から湧き出ている水が、相模川の一つの源流となっている。川口近くの下流では、馬乳川と呼ばれている。鎌倉時代に相模川を渡る東海道に初めて、相模川橋と呼ばれる橋が架けられた時に、落成供養に臨んだ、源の頼朝が乗った馬が暴れて落ちたという伝説にちなむ。古くは、愛川と呼ばれ、鮎が多くおり、鮎量が、 川沿いの暮らしに深く関わってためなず。江戸時代から相模川産の鮎は、将軍系の県城鮎として、江戸城に上納されていた。山梨県南鶴郡山中小村、富士五湖の一つでもある山中湖を水源とする。富士山北陸の水を集めながらまず北西に流れ、富士吉田市で北東に折れる。鶴市を経て、大月市で流路を東に変える。 相模湖と津久井湖という二つのダム湖を経て、緩やかに進路を変え、厚木市からは南にまっすぐ下り、神奈川県中部を貫き、平塚市、茅ヶ崎市の境付近で相模湾に注ぐ。鶴市より上流では、富士山の噴火による噴出物に関連した地形が見られる。大月市付近より下流では、貸し岩球が分布し、相模原市緑区東部より下流に、 相模平野を形成する。左岸には、数段の断球面を持つ相模屋大地が広がり、南に流路を変えた厚木市、座間市よりも下流には、自然堤防を伴った中石平野を発達させている。河口における三角州の発達は見られない。小相模川は、現在の鶴見川川口から古東京湾に注いで、なお、鉄道の JR 相模線と、 一般道の国道129号及び高速道路の首都圏中央連絡自動車道が本流のすぐ側を並走している。相模川では1938年に神奈川県が相模川河水統制事業に着手し、以来戦後にかけて総合的な河川開発事業が進められた。相模ダムにより形成された相模湖。 上山ダムにより形成された、津久井湖と中津川に建設された、宮ヶ瀬ダムにより形成された、宮ヶ瀬湖は同水路によって連結され、相互に水を融通しながら寒川取水関や、相模大関などより取水され、県西部を除く神奈川県の各都市の水亀として、重要な位置を占めている。また、津久井湖は、神奈川県企業庁の水力発電事業として、境川に建設された、 本沢ダムにより形成された城山湖との間で揚水発電を行っている。地方自治体による公営発電事業において揚水発電を行う自治体は神奈川県が唯一である。また、山梨県内においては東京電力の前身の一つである東京電灯によって明治時代後期から駒橋発電所などの水力発電所が設けられたが、 支流の葛野川流域において、藤川水系も利用した葛野川発電所が建設され、葛野川支流の土質側に葛野川ダムが建設された。この他山梨県によって葛野川に治水と利水を目的とした不可乗ダムが建設されている。湖名の相川が示すように、鮎が取れる川である。今でも山梨県、さらに城山ダム以南、 神奈川県流域でもアユが釣れる。天然素状のものも神奈川県流域で確認されている。毎年、現地漁業組合の管理のもと、放流も行われ、解禁後は多数のアユ釣り客で賑わう、またしのバ池などに映像するカワウがこのアユなどを採示するために毎日通勤している。一方、粗大ゴミの不法投棄や釣り人よびレジャーで訪れる、人々の捨てていくゴミが、 問題になっている。相模川のランドサット衛星写真桂橋より下流を望む沼本ダム、高田橋より、泳げ小イ上登り相模川、寒川主水石付近新幹線相模川、橋梁湘南銀河大橋湘南大橋と相模川、川口本流の流れる、自治体本流は流れないがこの水系の川が流れる、市町村及びその河川 AB、日本の川関東相模川、 国土交通省水管理、国土保全教区、www.mlt.go.jp i、2019年9月6日閲覧、桂川の由来を知ろう、海と日本プロジェクトイン山梨、2019年9月6日閲覧、竹部健一、道路の日本市中央公論新社、中高新書、2015年5月25日、81ページ、 ISBN 978から4から12から10万2321から6ありがとうございます。